テスラのサイバートラックは大失敗に終わるかもしれません。お疲れ様です。パーソナリティのアスカです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、テスラがサイバートラックで大ピンチ、もうダメそうをお送りします。テスラ社がサイバートラックにより業績不振に。テスラ社はアメリカの大手 EV メーカーとして2003年設立以降目覚ましい成長を遂げてきました。しかしここに来て前途には暗雲が立ち込めています。これは2023年の後半に入ってから顕著に EV の販売が伸び悩み、成長速度が鈍化してしまったためです。EV の王者であり自動車産業に変革をもたらした新進気鋭の大企業にとって正念場が訪れつつあります。テスラは2023年10月2日の段階で同年7月から9月の販売台数が前年同期比 27% 増にとどまったと発表しました。それまで前年比 80% 以上の好調をキープしていたため急減速と言えます。もちろんこれは同社の株式保有者にとっては有識事態で、売り注文が殺到するなど一時混乱が生じました。2023年10月18日には第3四半期決算説明会を開催して状況を報告したのですが、明るい見通しが持てる内容ではありませんでした。売上高自体は微減にとどまったものの、利益率がほぼ半減したと発表しています。同じ額の売上を達成しても利益が出ないのは同社の収益性が低下している証明です。つまりこれまでのビジネス戦略が通用しなくなった恐れがあるのです。テスラ社が勢いを失った理由はまず販売価格です。以前は高級モデルが飛ぶように売れていましたが、これは庶民にはハードルが高いものとなっていました。また最近は中国の BYD などが安価な EV を得意とし業績を拡大していました。そこでテスラは庶民向けの安価なモデルを投入しました。しかしそれにより高級モデルが売れにくくなった上、安価モデルも好調とは言えず採算性が悪化してしまいました。安価なモデルは1台あたりの利益も限られており、コスト負担が大きくなります。現在はコストカットに取り組むことで再浮上を狙っていますが、テスラにとっての頭痛の種はこれだけではありません。それはサイバートラックという彼らが出す最新鋭のトラックです。いよいよ量産化に着手したはいいものの、莫大なコストが重しとなってしまっています。巨額の開発費を投じながら、これまでも度重なる失態があり不安視されてきました。ようやく納車が始まりはしましたが、テスラ社の首脳陣の口からはやや弱気な意見も漏れています。おけつを掘ったと認めたイーロン・マスク。サイバートラックは莫大な財産と時間をつぎ込んだものの、テスラ社にとって経営を圧迫する存在となりそうです。量産体制の構築が難航しているほか、いろいろな事情で利益を確保するのは厳しいと見られているのです。これにはさすがのイーロン・マスク CEO も説明会で、我々は墓穴を掘ったと発言しました。諦めているわけではないものの、前途は多難だと認めています。このモデルを成功させるためには量産体制を構築した上で、コストカットにより利益を確保することが大切です。しかし現状ではコストカットが難しい上に量産化も遅れました。サイバートラックは超硬質ステンレスや防弾ガラスを使うなど、通常の自動車に比べてもコストがかかることが特徴です。工場を考えても強力なプレスマシンなど特殊な加工機材が欠かせず、それだけ高額な設備投資が必要です。テスラ社の財力と果敢なチャレンジ精神があっても、投資規模や現時点の採算性を考えると、量産体制を構築するのは簡単ではないでしょう。もし量産体制を実現しても、しっかりと利益を確保する戦略の見直しができていなければ、乗用車の利益が全て消えることになりそうです。サイバートラックをめぐるトラブルが多発。コストや製造環境に加えてサイバートラック自体にも問題が指摘されています。トラブルや内部告発が相次いでおり、信頼性が不安視されているのです。生産規模を拡大できても、信頼を得てヒットモデルにならなければ利益は得られません。この点でも課題は山積しています。まずサイバートラック発表時に開発担当者が窓を割ってしまっています。彼は窓の丈夫さを実践するために鉄球を投げつけていたのですが、ガラスが割れて小さく穴が開いてしまいました。本来なら跳ね返るはずだったのですが、実際には破損してしまったのです。この失敗によって一時株価が下がってしまいました。当時はプロモーション映像が世界各国で放送され、多くの人がサイバートラックに目が釘付けになっていた時でした。
近未来を思わせる衝撃的なフォルムと銃撃にも耐える屈強なボディが見る人の度肝を抜いていたのです。しかしそうした中での失態で期待が失望に変わった瞬間といえます。イーロン・マスク CEO は後に先にハンマーで窓を叩いていたためダメージがあったと説明しましたが、どれだけの人が納得したかは不明です。また納車トラブルも小さくはない不安材料となっています。当初は2021年に生産開始を予定していましたが、実際には2023年10月にやっと初納車となりました。これには予約をしていた人たちからも批判や疑問が相次いでいます。また製造が始まったものの、全ての購入希望者にいつ車が届くかは全くわからない状況となっています。テスラ社はすでに購入希望者から予約金を受け取っていますので、これでは誠意が感じられないと判断されても不思議ではありません。他には致命傷になりかねない不安もあります。設計上のトラブルがあると内部告発がされているのです。それも少量の情報リークではなく、数千件にもなる資料が存在します。これはテスラファイルと呼ばれており、具体的な欠陥の内容への言及も見られました。信憑性の点では確実なことは言えませんが、ファイル内での指摘と実際に生じている欠陥の類似性もあるようで、本当に同社のエンジニアからの内部告発と考える人もいます。これが本当だったとしたら、性能や信頼面に不安はないと振る舞っていた同社にとって痛手になりかねません。このようにテスラが次の柱にしようとしているサイバートラックには大きな問題やトラブルが発生しているのが現状なのです。サイバートラックが経営をさらに圧迫する。サイバートラックの開発と製造には想像以上の努力が必要でした。2年も納期が後ろ倒しになっている点からもその大変さがわかります。そしてこの2年後ろ倒しとなったことにより、すでに量産化前で多額の費用がかかっています。予想外のコストが積み重なってしまったため、市場に受け入れられる価格で売ると採算が取れなくなるのではと言われています。つまり当初の予定通り4万ドルの販売価格では赤字になる可能性があるのです。とはいえ、これまでのコストを車両価格に転嫁すると高くなりすぎて富裕層しか手が出せないとの見方も増えています。ターゲットが富裕層に制限されると販売台数は伸びず、利益が出ても限定的になります。このように安く売ると赤字で、高くすると販売台数が伸びないというジレンマに陥ってしまっているのが今のサイバートラックだと言えそうです。サイバートラックは素材や設備面でもコスト削減が難しいと考えられており、販売価格の調整は難航する可能性が高くなりそうです。またうまく価格設定してもそれで市場に受け入れられるかは別問題です。適正価格でも車自体に魅力がなければヒットは期待できません。サイバートラックの致命的と言える弱点として、メイン市場と見られているアメリカでの人気が低迷していることが挙げられます。調査会社が行ったアンケートによると、アメリカ人の7割がネガティブな印象を抱いています。量産化を前にしてすでに不人気車種とすら指摘されているのです。ピックアップトラックはアメリカで活躍するモデルですから、ここで受け入れられなければ苦戦は必至でしょう。投資費用の回収が難しい上に、アメリカ市場での人気がないままでは量産化に成功しても厳しい状況から抜け出すのは一筋縄ではいきません。何か解決策がないと、イーロン・マスク CEO の狙う黒字化は非常に厳しく、乗用車でも厳しい状況が続くテスラはその経営が傾きかねない事態となるのです。日本の軽トラが世界で人気、苦戦しているサイバートラックを横目にトラック分野で注目を集めている存在があります。意外かもしれませんが、それが日本の軽トラです。海外のピックアップトラックは巨大で頑丈、ワイルドなデザインが人気を博しています。しかし一方で小柄な日本の軽トラも世界に認められています。不思議に感じますが、海外のメーカーが作らない小型トラックのニーズを日本製品がさらっているのです。受け入れられている理由は、特に小型なサイズの割にたくさんの荷物を詰めるためと言われます。法定の積載量は 350kg ですが、アメリカでも日常的にこれだけの重量を扱う必要はありません。普段は軽トラに乗って、長距離移動や重い荷物の時にはピックアップトラックというぐらいに使い分けをしている人もいます。軽トラは荷台のスペースは十分に確保されており、かさばる荷物も乗せやすいので十分なようです。またアメリカには25年ルールが存在しており、これも軽トラ人気を後押ししたと考えられます。このルールによってアメリカは
製造されてから25年経った車なら比較的自由に輸入することができます。安全基準などに問題があっても気軽に入手できるのです。日本では1990年代に軽自動車の規格が見直され、軽トラもパワーアップしました。排気量が増してより実用性が高まったのです。この時代のモデルが25年ルールで輸入しやすくなったため人気に火がついたというわけです。また近年は稀に見る円安状態なので、海外にとって日本製品はお手頃価格になっています。車両にもよりますが、10万円前後は安く買える計算で、アメリカ在住の人にとってはバーゲンセールに近い状況です。このようにトラックはデザインよりも実用性が大事と言えます。トラックは高級セダンやスポーツクーペと違い、仕事や作業のパートナーとして選ばれる傾向にあります。悪路を走れば泥だらけになりますし、荷物を積んでも車体は汚れます。アメリカの郊外を考えると、傷がついたりボディがへこんだりするのもよくあることでしょう。そのような環境ではハイデザインで価格的にも傷つけたくない車両は扱いにくいのではないでしょうか。その点、日本の軽トラは頑丈で安価ですから、高級モデルだと二の足を踏むような悪路でも思い切って乗り入れられるでしょう。日本の軽トラックは燃費も優秀ですから、石油が高騰している現代においては今後も世界で活躍の場を広げるはずです。あなたはこうしたテスラがサイバートラックによって窮地に追い込まれそうな状況についてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。